トルにもある通り質問コーナーをやっていこうと思います。10万人記念でインスタの方で募集してから結構間経っちゃって、遅くなって本当にすみません。質問がねすごいいっぱい、もうすっごいだありがたいことにいっぱいいただきまして、全部集計して似たような質問とかをまとめて答えるんですけど、まあ、大体全ての質問に答えていこうかなと思ってます。中にはちょっと答えられない質問とかもあるんですけど、はい、まあ数が結構100以上あったのでパンパンと答えていけたらなと思います。質問を送ってくださった皆さん本当にありがとうございます。私の Vlog が結構日中明るい時に撮ってる映像が多いので、ちょっと今日は夜で雰囲気がいい感じの画角にしてみました。なので寝る前とかまったりしてる時に垂れ流しでもいいし、ちょっと気長に聞いていただけたらなと思います。携帯ちょっと携帯にまとめちゃったので、ちょっと携帯見ながらになっちゃうんですけど、行儀悪くてすみません。じゃあ1問目、基本的な自己紹介、みゆです。2000年5月20日、B 型、牡牛座、身長が 163.8 です。高知県出身の愛媛在住です。はい、こんな感じ。MBTI、これも結構来てたんですけど、ISFP を。やらさせてもらってます。 YouTube を始めたきっかけはもともと動画撮ったり編集するのが好きで、高校3年生の時に休日の様子を撮って編集して YouTube にアップしたのがきっかけで、そこから楽しいなと思って、まあ上京してきたのもあって思い出にアップしていったのがきっかけですかね。はい。アルバイト経験はありますか？あります。飲食店、中華料理とカフェと H&M で働いてました。で、今もしてますかとあるんですけど、今はバイトしてないです。編集はカフェとかでしますか？と、編集は家でします。前まで数年前とかカフェでしてたんですけど、全然集中できなくて、家で自分が好きな姿勢で人目気にせず自分だけの空間で編集するのが好きなので、カフェとかではやってないですね。 YouTube が本業ですか？はい、本業です。ベンジャミンを始めたきっかけなんですけど、もともとグラスだったりトートバッグとか作りたいなって思ってたんですけど、タイミングよく事務所さんから声かけていただいて始めたのがきっかけです。ありがとうございます。 YouTube 以外のお仕事をしてるんですかってことなんですけど、 YouTube 以外のお仕事は今はもうベンジャミン、 YouTube とベンジャミンで、はい、動いてます。で、そのつながりでまたポップアップありますかと質問いただいたんですけど、あります。いや、好きな映画はバーレスクとレディープレイヤー1とメグザモンスターとグレイテストショーマンが好きです。基本的に邦画とかはあんま見なくて洋画ばっか見たりしてます。ファンタジー系が好きですかね。はい。だいたい何時に起きて寝てますかは、平均で12時ぐらいに寝て、起きるのがだいたい8時半から9時半の間ぐらいです。編集溜まってたら全然2時とか3時までしちゃうんですけど、基本的には10時半とかからベタ入ってゆっくりしたりしてます。今のお仕事していなかったらどこで何の職についてたと思う？美容専門学校に通ってたので、そういう系についてたのかなと思ってます。カフェは辞めたの？カフェのバイトですかね。はい、辞めました。視聴者さんも来てくれたこともあってすごいびっくりです。ありがとうございます。いつかは YouTube ではなく手に職をつけなきゃなと考える時はありますか？もう毎日あります。 YouTube やっぱ安定していないお仕事なので、好きなので続けられてるんですけど、やっぱり数字を見ちゃうので落ち込んだり、ああこれだけじゃダメだなと思ってで就職した方がいいのかなって考える時も多々あります。これからやりたい仕事と目標は、目標は自分が先のことを考えて動くのがすごく苦手で、目標を立てるのもすごく苦手なので、もう目の前にあることを集中して頑張るって日々生活してるので目標はないんですけど、まあ昨日よりかはいい日になったらいいなと思って生きてます。何で撮影しているか、今はソニーのカメラで撮影してるんですけど、お家はだいたいそのカメラで、外に出るときはこの iPhone14 Pro かなを
使ってます。どのくらいの頻度で撮影してますか。どっかの Vlog で言ったんですけど、2日撮影して、まあ、1日の Vlog の時もあるんですけど、まあ、大体2日撮影して、もう次の日から編集に取り掛かって、編集が結構かかっちゃうので2日撮って、で編集が終わったらまた2日撮影してのもずっとその繰り返しです。サムネイルは何で作ってる、イラストレーターで作ってます。 YouTube の音源サイトは概要欄に載ってます。海外のサイトを使ってます。カメラは何台で撮影していますか。1台のみで撮影してます。なので何回も画角変えて撮影してます。動画編集する時のこだわりありますか。これ話すとめちゃめちゃ長いんですけど、バックミュージックにはすごいこだわってて、例えば雨の日だったらすごい落ち着いた雰囲気にしたり、逆に海に行ったり、まあ、シーズンが夏とかだったら明るめのポップな音楽を選んだり、まあ、そのシーンシーンごとに音楽を選んでます。なのでオープニングとかは余裕で3時間とか5時間探してる時あります。あとは Vlog なので凝りすぎると Vlog っぽくないなっていうのが自分の中であるので、テロップ入れるのもあんまり凝りすぎない、でも私っぽい感じを残しつつみたいな、ちょっとバランスを見ながらいつも編集してます。 PC を持ち運ぶ時のおすすめなカバン、これ編集1本どのぐらい時間かかりますかは、時間はちょっと分かんないんですけど1日半ぐらいかかります。写真や動画の撮り方のこだわりありますか。映像の撮り方のこだわりは光の入り方を大事にしてて、例えば朝のシーンだったら部屋がブラインドなんですけど光が差してくる時に撮影したり、ちょっと雲で隠れてる時は待って、はい、撮影したり、あとは画角に気をつけて何回もいろんな角度から撮っていいポジションを探して、編集の時にダメだったらボツにしたりとか、すごいそこの画角の調整は結構考えてこだわってます。答えになってますか。はい。自分好みにお部屋を作るコツはありますか。自分が好きなものをポンポン買ってしまうと系統が合わないなって思うので、数年前の自分がそうなんですけど、とりあえず好きなお部屋の写真を集めたりして、自分はどの系統が好きなのか定めてから家具とかを集めるといいのかなって思ったり、 Pinterest とか、あとはお洋服と一緒で3色にまとめたりとかするといいんじゃないかなと思います。ファッションは何を参考にしていますか。ファッションはこう特定の人を参考にした理由はないんですけど、Pinterest 見たり海外の方のお洋服を参考にしたり、あとは雑誌見たりしてます。服を買うときに意識していることは、2年3年後に自分が着るかですかね。はい。何からインスピレーションを受けたか、何に対してですかね。結構暇な時はやっぱ Pinterest 見てお洋服見たりお部屋見たりしてますね。あ、でよく見る YouTuber さんはいますかなんですけど、これこそパリとかニューヨーク在住の方の Vlog を見ることが多くて、その方の Vlog を見たりしてインスピレーションを向けてますし、あとはよく見る動画、ファミリー系を見ますね。クロスファミリーとか、わーちゃんもそうだし、キリスケファミリーとか、あとはワンちゃん系、あとはあれなんだっけ、なんとかプロジェクトっていう海外の、それも海外のチャンネルなんですけど、建築家の方のお家をもう本当こだわりを話しまくってる動画なんですけど、もうまずお家建ってる場所がすごくて、あの森の中にあったり崖の上にあったり草原の中にポツンってあるんですけど、本当にかっこよくて、日本字幕も全部ついてるのでそれを見たりして、わあこのお家いいなとか、かっこいいなと思いながら見てます。いつもとは推しの動画を見てます。インテリアが変わったきっかけ、まあ、YouTube 見てたらすごい雰囲気がガラッて変わってると思うんですけど、まあただ単に好みが変わったって感じですかね。テーブルランプはどこの、多分あれですよ、デスクのは IKEA のものです。ダイエット方法、あの去年の夏ポップアップに向けてダイエットしてた時が一番痩せてて、8キロぐらい痩せたんですけど、また、まあ、合計で8キロぐらい痩せたんですけど、あのリクエストいただいてるので Vlog の中でちょっとお話できたらなと思ってます。基本的には夜ご飯を変えて、炭水化物変えて鍋を食べてたりしてました。家で何してる時が一番好きですか。
何にもしてない時が一番好きです。東京に住む予定はあるかないです。行動力の秘訣、行動力あるように見えるんですかね、よくコメントでいただくんですけど、外出てるのが動画だけなので、ずっとお家います。行動力ないです。貯金してますか。貯金っていう貯金はしてないんですけど、やっぱ溜まってはいってますね。日頃のモチベーションもありますか。推しです。ストレス発散方法は寝る、買うです。次旅行するならどこに行きたい。やっぱヨーロッパには行きたいなって思ってます。今年の欲しいものリストは、新しいエスプレッソマシンと、細々したものならめちゃめちゃあります。欲しいもの、はい、パソコンとか、あのお家でできるウォーキングマシーンみたいなやつもうめちゃめちゃ欲しいです。靴も欲しいし、服も欲しいし、植物も欲しいしね、いっぱいあります。もし免許取ったら乗りたい車とかありますか。でっかい車がいいです、もし乗るなら。はい、今日のお洋服は、あ、リスト作成しておいて、すごい部屋着なんですけど、ごめんなさい、このベンジャミンの初期のトレーナーに、下はパジャマです。もうお風呂入っちゃったんで、はい、すみません。月にどのぐらいのお洋服買いますか。これ本当月によるんですけど、先月は全然買ってないのかなとか言って、めちゃめちゃ YouTube で紹介してたら面白いんですけど、まあ、でもこれから春夏になったら全然多分、まあ、1個の単価が安くなるのでそんな使わないと思うんですけど、やっぱ冬はコートとかアウターが高いので、去年のやっぱ AW 始まるよって時は一番使えますね。どこで服買うことが多いですか。多いってなるとザラが一番多いですかね。その日の服選びの基準は、まあ行く場所、天気にもよると思うんですけど、一番お気に入りの服を決めてから順番に決めていくことが多いです。服を買う時のポイント、まあ、さっきも言ったんですけど、秋が来ないかだけですかね。おすすめのヘアオイル、おすすめのヘアオイルはないかな。よく買う通販サイトはもうザラですね。一番ザラが買いますかね、通販サイトでも。リュックはどこの使ってますか。あんまリュックは、あの旅行で1泊2泊の時とかにしか使わない、あんま使わないんですけど、あの一緒のものです。動画内のお料理はどこから情報収集してますか。これはピンタレストもそうだし、インスタ、一番はインスタですからね。で、海外の方が作ってるのを見よう見まねで作ったり、料理いっぱい載せてる方がいらっしゃるので参考にして、はい、作ったりしてます。全身写真撮るときに意識していることは、スタイルがよく見えるようにお願いしてます。はい、あと自然な、ちょっと歩いてるところを連写してもらったりしてます。今まで作ったお菓子で一番美味しかったのは、うわー、なんだろう、ちょっと動画を漁ってもいいですか。最近作ったドーナツもめちゃめちゃ、揚げたてがめっちゃ美味しかったです。簡単で言うと、あのほんとホットケーキミックスのスコーンが一番、チョコスコーンがもう個人的にほんと大好きなんですけど、なんだろう、感動したお菓子、ガトーショコラも結構作ってきてるんですけど、なんか一回ね、めちゃめちゃ美味しくできた時があったんですよ。あ、お菓子になるかわかんないんですけど、あのフレンチトーストの中に平べったいソーセージを入れて焼いたサンドイッチがもうめちゃめちゃ美味しかったのを覚えてます。旅行や遠征の時必ず持っていくものはあるか。ないです。ホテルはどう探してますか。おしゃれなホテルはインスタで泊まりたい地名ホテルって調べたら、本当おすすめにおしゃれなホテルをまとめてくださってる投稿があるので、それを見て参考にしたりしてます。まあ、普通にネットで調べたりする時もあります。で、韓国のホテルはどう探しましたか。前回のだと思うんですけど、は友達が泊まったところがすごい良かったよって教えてもらったので、同じところを予約して泊まりました。コスメオタクから洋服オタクになりました。うん、そうかもしれないです。でもどっちかというと洋服より植物オタクですかね。でもオタクっていうほど極めてはないんですけど、コスメオタクはやめました。お気に入りのリップは、はナズのリップです。鹿児島来たことありますか。めっちゃピンポイントは行ったことないです。行ってみたいです。東京のおすすめヴィンテージショップありますか。ヴィンテージショップだと、去年の11月とかに代官山のヴィンテージショップ巡ったんですけど、すごい可愛いお店たくさんあったので、ヴィンテージショップ代官山あたりはどうでしょう。
アクセサリー収納方法はファンの方からいただいたアクセサリーケースにボンと入れてます。ありがとうございます。ネックレスはのかけてますね。鉢やグリーンを選ぶ時のこだわりはありますか？鉢はやっぱ直感で可愛いと思ったものを買ってます。グリーンは、今はもうたくさんあるのでそのバランスを見て買ってます。大きいものばっかり買っても変だし、ちっこいのばっかり並べてもバランスおかしいと思うので、色味もそうだし大きさもバランス見て買うようにしてます。植物を元気よく育てるコツがあれば教えてほしい。水やりの頻度と光と風を気にしていれば絶対大丈夫です。部屋にあるグリーン何個ですか？お、来た。数えたことないかも。25、26個。26個あります。冬の植物で気をつけていること。朝だと寒いので日中に開けたり、まだ暖かい時間帯に水やりしてます。次狙ってる植物ありますか？はドラセナ、ここにあるんですけど、これドラセナっていう植物がすごい生えてかっこいいので2つ目欲しいんですけど、なかなか出会えないんですよね。初心者におすすめの植物は、もう私が育てた中で買ったんだなって思ったのはモンステラとかオーガスタですかね。葉っぱが大きいものはだいたい簡単だなと思います。クワズイモとか、逆にここにあるエバーフレッシュとかボトルツリーとかコンシーネとか、葉が細くて華奢なものは難しいなって個人的には思ってます。お部屋で一番好きなスペースは、ここですかね。やっぱあのラテ日記でもよく一番写ってると思うんですけど、すごいバランスが良くて色合いも好きで気に入ってます。お洋服の洗濯方法や洗い頻度は、普通に洗ってます。クレンジングオイルとボディクリームは、クレンジングオイルも普通にビオレの普通のやつ使ってて、ボディクリームは今は塗ってないです。はい、スキンケアとコスメみたい。あ、写真貼っときます。はい、歯の黄ばみ対策はしてますか？多分コーヒー毎日飲むからですかね。まあ、特にしてないですけど、韓国で買ったちょっと歯が白くなるって有名な歯磨き粉を使ってます。あとは、まあ、私ストローで毎回飲むんですけど、それも結構黄ばみ対策で歯の表側に当たんないように飲んでます。韓国語は喋れないですけど、小学校から K-POP に触れてるので、だいたい簡単なフレーズとかは分かったりします。喋れないけど聞き取れはします。小学生の時ソーラン節踊ったが、踊ってない。ランドセルは何色でしたか？赤色でした。普通に姉のお下がりを使ってました。小さい頃どんな子 でしたか、こだわりが強いって言ってました。母が一つエピソード話すと、私が行ってた幼稚園がもう朝行ったら体操着に着替えるところだったんですけど、私は本当に嫌だったみたいで、ダサかったからか知らないんですけど、もうずっと私服でいました。なので卒業アルバムとかは一人だけバチバチに私服着てました。みんながめちゃめちゃ可愛い体操着着てんのに。はい、ヘアケア教えてほしいです。シャンプートリートメントの間に次の工程を浸透させる泡をつけてから、濃縮されてる美容液みたいなのを塗って、でトリートメントをして洗い流して、であと出たらオルビスの流さないヘアトリートメントをつけてオイルつけてで終わりです。ジブリで一番好きな作品は、これが好きっていうものはないんですけど、トトロトトロか、ハウルですかね。お気に入りのプラダはもうあれですね、これです。いつもどのようにカフェ探してますか？行く予定の街浅草プラスカフェで検索かけたりしてます。おすすめのコーヒー豆、基本的に毎日飲んで結構消費するので、スーパーとかで買える安い豆をもう探しているんですけど、今のところこの2つがお気に入りです。エスプレッソマシーン何使ってますか？これ。美味しいコーヒーの飲み方はありますか？朝に氷たっぷりのラテをグビーって飲むのが一番美味しいです。スタバはいつも何頼む？カフェモカです。都内のおすすめのカフェは池袋のこちらのカフェが一番好きです。今までで一番美味しかったラテは自分のラテ
と言いたいところなんですけど、この前行ったあの新宿からも歩いて行ける吉田コーヒーラテ、すっごい美味しかったです。愛媛のおすすめの場所やカフェはありますか？場所だと二見周辺がすごい、海も綺麗だし、道の駅みたいなところもあるし、有名な下灘駅もあるし、可愛いカフェもあるのでおすすめです。その旅行するとかお出かけするとなると、はい、よく行くおすすめの雑貨屋さんはこちら。ピッ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 。恋愛系もすごい質問いただいてて、なんかわかんないんですけど、はい、答えちょっとパパッと答えます。彼氏いますか？いないです。恋愛していますか？してないです。結婚願望ありますか？ないです。異性のタイプなんかもずっと考えてなかったんで、なんだろうと思ってあのリスト作る時に考えてたんですけど、全く思い込まなかったんですけど、なんだろう、うるさくない人なんかうるさくない人っていうか、程よい人、うるさくもないし静かでもないし、優しくて程よく面白くて、がたいがよくてみたいな異性のタイプって何？友人関係で面倒くさくなった場合どうしますか？そういう場面になったことがないのでどうなるのかわかんないですけど、私の性格上多分ほっとくのかな、あ、そうみたいな感じで。では次からおたかつ推し系の質問にバババーっと答えていきたいと思います。 K-POP にハマったきっかけは、姉が東方神起の時が好きで、そこから一緒に、まあ姉がテレビで見てるので一緒に見て、ジュンスが一番かっこよくて好きになって、で、まあ、そこから同じ事務所の少女時代とか、まあ、ボアも父が聴いてたので、まあ、その影響もあってか、もうずっと K-POP です。今までの推し歴、これすごい質問多かったんですけど、なんか覚えてる範囲とちょっと順番バラバラかもしれないんですけど、まず少女時代テヨン、カラニコル、エクソ、ルハンセフン、バンタン、ジョングク、NCT、ジェヒョン、レドベル、ジョイ、アイズワン、ウォニョン、セブチミンギュ、ね、どっから推しって言ったらいいのかわかんないですけど、まあここから LDH に行き、ランページ、河村和馬、ジェネ、笠原龍と、ハンタもちょっとかじりましたね、はい、堀夏で、ここからキンプリ、平野紫耀、スノーマン、渡辺翔太、ストーンズ、ジェシー、ここはもうファンクラブ入ってたんですけど一回も会えず終わりまして、でまた K-POP に戻って、トレジャーの前はまたシズニーに戻って NCT 追ってたんですけど、まあ戻った感じで、推し歴っていう歴はちょっと曖昧なんですけど、まあ、推したことのあるグループはそんな感じですかね。でもティアラとか A ピンクとかも推してたし、あのレインボーとかもすごい好きだったし、トゥワイスとかもね、シックスティーンからすごいトゥワイスは応援してますし、はい、そんな感じです。多分推しは誰、今はトレジャーのジョン君が好きです。おたともの探し方教えてください。推し活でいつも一緒にいる子は、学校、美容学校で一緒だった子なんですけど、友達の友達でこう一緒に行動したり、友達みんなで4連したりとかすることが多いですかね。友達の探し方はちょっと分かんないんですけど、まあでもツイッターとかでタグ作って、まあ、SNS 上で仲良くなって連番して仲良くなるのが一番早いんじゃないかなって思います。オタク代付き何円ですか？これ聞いちゃいけないと思うんですけどあのイベントがある日、ツアーがある月はすっごい2桁超えちゃいますし、チケット代が高すぎて今はプレミアムシートっていうのが、はい、出てきたんですよね。なので1つのライブに2万5千円とかするので、それを何声も言っちゃってるので、全然もうやばい時はやばいです。トレカ特集見たい。あのトレカ全然集めてなくて、はい、しまってるだけなので面白くないです、ごめんなさい。推しのアルバムはどのくらい買う？前まではすごいアルバムオタク、アルバムがすごい好きで、まあ、K-POP のアルバムってすごい凝っててすごい可愛いので集めたくなっちゃうのがあって必ず買ってたんですけど、今はそこまで出てすごいコンセプトも可愛くて欲しいと思ったら買うぐらい。
です。あとはまあイベント、大体今イベント付きなので買ってるんですけど、まあ、そんな感じです。 NCT からトレジャーにハマったきっかけ、 NCT も今好きなんですけど、人それぞれ推し方があると思うんですけど、私は一つのグループを 100% で追っかける推し方しか無理で、なんだろう、同時に2グループとかこう好きで追うっていうのが無理なので、あの今 NCT お休みしてるんですけど、トレジャーにハマったきっかけは日本語がすごい、まあ、日本人メンバーも多いのもあると思うんですけど、日本語がみんなお上手で、ファンの方がまとめた動画とかがすごい面白くて、それ見てハマったっていうのが一番ですかね。今まで行ったことのあるアーティストのライブは、人生で初めてライブ行ったのが A ネーションで、松山、愛媛に来てた時があったんですけど、 A ネーションに一番最初に行って、少女時代行きまして、少女時代でしょ、でテヨンちゃんのソロでしょ、 EXO、SM タウンとか、とバンタンもいっぱい行きましたし、 NCT も行きましたし、レドベルも行ったし、あと LDH もランペとか、ジュニアエグザイルとかジェネとか、エグザイル全体のも行きましたし、トレジャーも行ったし、くらいですかね。最近気になってるグループはありますか？ライズは気になってますね。やっぱ曲自体がすごく好きで、振り付けもすごいかっこよくて気になってはいるんですけど、私ハマりやすいのを自分知ってるので、もうあの見ずに生活してます。もうトレジャー一筋で頑張っていきたいので、あのはい、もう見ないようにしてます。今はトレジャーで結婚するなら誰？もう圧倒的準拠ですね。はいセブチは誰ペンですか？ミンギュです。好きなアニメはないですね。半折りした時の罪悪感ありましたか？罪悪感か、罪悪感ですか？罪悪感はないです。次の推し勉強するのが楽しくて、前の推し薄れていく感じですね。ごめんなさい本当にごめんなさい。ジョーに沼ったきっかけは正確には覚えてないんですけど、コンテンツのあの性格と歌声のギャップ、歌ってる時のギャップですかね。トレジャーで一番好きな曲は BFF も好きですけど、最近だとランが一番好きですかね。星以外の曲でハマってる曲ある？私基本的にテヨンちゃんとトレジャーと、今は XG、 ああ XG も好きです。XG も今ファンクラブ入ってます。ハマってます。バーレスクっていう映画の中で歌ってる曲を聴いてますね今は。またストーンズ好きですか？はい。スノーマン誰推しでしたか？ショッピー。ワナワン誰推しでしたか？神田さんとペジです。一人参戦の時掛け声どうしてますか？私は彼女をずらして応援してます。ジョーの好きなところ、ジョーの好きなところですか？たくさんありますけど全部好きです一番はもう歌声が、 歌声とか歌ってる時の顔とか、あと肩とか、何もかも好きです。こんな感じ。はい、全部の質問が終わりました。答えになってないものとかあったら本当にすみません。皆さん多分私が語彙力ないの知ってくださってるので分かってくれると思うんですけど、はい、今回こんな感じで約120ぐらいの質問に答えてみました。おやすみなさい皆さん。私も撮影終わったのでもう12時回ります。もう12時、カメラの電源切って寝ようと思います。おやすみなさい。Looking through a kaleidoscope, the colors seem to change. The brightest of yellows fade.